東大の野球部の佐藤優衣さんの記事、偏差値45だったんだね。翻訳優に184点、東大特進の話が載ってて、森田哲也の英語の授業で生徒同士のペアで英会話をしたが、佐藤には全くわからないのに隣の生徒はペラペラしゃべる。さあ、始まりました、もちつチャンネルです。さあ、今回なんですが、なんか僕がね、記事に出てたよっていう話なんですけども、東大の野球部の佐藤優衣さんの記事があって、そこで東大特進の話が載ってて、で、林修先生の授業、そして僕の授業についてちょこっと触れられてると。まあ、僕のやってた授業の中で、もった哲也の英会話のやつで隣の人はペラペラ喋るみたいなね。そうですね、私英語喋らせてたから、授業で東大特進で、でも3年生でしょ。3年前はだって東進辞めた時か、高2の授業だろうね、多分東大特進の高2で。どの授業だったんだろう。高3だけ高文やってたよね。高2のやつ、まあどれでも喋らせて、まあ高2が多いかな。高1高2は喋らせてたから英語、それかな。一塁手なんだ。なんかまあすごいんだよね。187センチ108キロ、いい。東京経過高校だ。あ、経過はね、いたわな。もしかしたらあのめっちゃ字が汚かった子、経過で、そう、それぞれ英作文全部添削するんだけど、どの人がどの人って見てないから、字だけでしか見てないんで、僕は名前だけでしか見てないから。経過にめっちゃ字の汚い子がいたの。ニックネームでかいのデカブツ。入部のきっかけ、6大学の高いレベルの野球をしたかったから、もう受験生入部志望者へ、目標は絶対にぶらさないでください。趣味マイブーム、体重計に乗ること、大富豪チッチ。何チッチって、これチッチの血。いや、そんなの、そんな趣味の人じゃないか。好きな授業、国際関係。太るのが得意、痩せるのが苦手。好きな食べ物、飲み物、カレー。飲み物の方かな。好きなタレント、異性のタイプ、テイラー・スウィフトとアリアナ・グランデだよ。授業中に出してるはずなんだよね、俺ね。アリアナ・グランデとテイラー・スウィフトよく出すから、名前。覚えてないかもしんないけど。多分ね、出してはいる。好きなスポーツ選手、坂本、巨人の坂本って、やめましょう。休日の過ごし方、布団でゴロゴロ。女子か。将来の夢、お金持ちになりたいです。もう中学生が書くやつ。まあ、なれんじゃない。そんな、まあ、彼のね、記事の中に登場したんですよ。タイトルはちなみに、へえ、お前が東大行けるわけねえじゃん。なんか、四ツ谷学園みたいな。偏差値45、へえじゃねえ。非エリート野球部ピッチャーが東大に合格したすごい勉強法。先生や同級生にもバカにされ。偏差値45だったんだね。から頑張ったわけだけど、どんな風に頑張ったんだろう。文京区では名の知れた選手だったんだ。マックス130キロ打っては弱。中学3年生でそんなすごかったんだね。で、経過中学は120人中常に10位以内。あ、できてるじゃん。一日勉強、すごいね。テスト前10時間ぐらいやってたと。それは周りの人たちじゃないか。僕は1、2時間ほどって言ってた。勉強してないのに成績がいいなんて。自分は頭がいいんじゃないかと天狗になってたと。なるほどね。で、経過高校に行って、東大を意識し始める。慶応は嫌い。本当に嫌いですね。東大野球部のスカウトが語るスポーツ推薦も内部進学もない東大の努力などでも登場した。はいはいはい。取り上げたよね、これ。前東大野球部監督の浜田和志との出会い。はいはいはい。このいろんなね、ところに行って、こう、スカウトしようと頑張ってた方ですよね。テレビのドキュメンタリーで東大野球部の特集とかあって、高校生練習会があって、そういう風に行ったんだね。希望する高校生が行けて、本郷のグラウンドで練習会をやったんだ。で、浜田と出会い期待してるぞと声をかけられたと。で、励みになって頑張った。スポーツ推薦なんかないから、東大は本当勉強しないといけないわけですよ。でも先生も生徒も僕のことは身の程知らずとしか見ない。東大に行くって言ったらへへっと鼻で笑うような先生も多かったし、同級生からも東大なんて行けるわけねえじゃん。僕ら経過なんだから、と馬鹿にされたと。ただ野球部の顧問の奈良先生は真剣に受け止めてくれたんだね。前向きになるような言葉もかけてくれた。だからには絶対に目標をぶらすな。あ、これだ。絶対に目標はぶらすな。さっきあったプロフィールのとこに。でも今の成績のままではいけないぞ。当時の申し出は偏差値55。バッチリいい判定。高校名を隠して東大特進に通った。へぇ。高2の秋まで1ミリも模試の成績は上がんなかった。通学時英単語を読み始めるようになったけど、何時間勉強しようと計画を立てることもなかったし、部活から帰宅後すぐに出てしまうことも多かった。それでも学年では300人中常に5位以内。すごいじゃん。勉強のために部活を辞める人もいる中で、学年トップ層にいたと。天狗になってしまって塾に行く気も聞けなかったと。ああああ。で、本格的に東大受験へ向かうきっかけは、高2の秋と腰のヘルニアを患い部活に参加できなくなった。そしていつぞやの東大野球部の練習会で浜田からもらった資料を見つけた。で、その資料があって、先生でも知り合いでも何でもいいから東大に合格した先輩を見つけてて本にしなさいと書かれていた。
うちの高校には手本がいなかったので、じゃあ外の世界に手本を探しに行こうと東進ハイスクールの東大特進コースに入ったという。東大特進コースは東大を目指す現役生のための東進が毎年設置し、東大受験に特化した講義を行われると。そこにはかつて佐藤が受験に失敗し、難関中高のエリートたちも多く在籍し、初めて外の世界に触れた佐藤は実力者を痛感すると。ああ、まあよく言いますからね、自分自身授業で。ね、お前らとかあんま言わないけど。ね、あなたたちは自分のね、学校内ではトップクラスとしてね、いるかもしれないけど、見てください、上には上がいるんだよっていう風にね、いつも言ってたから。だから英作文とかさせるとさ、高校受験とかまではね、ものすごい勝ち抜いてきてたかもしれないけど、この中で欠けてる人なんか数人なんだよと、たったの数人だけすごいと。だこの超賢い集団の中でも数人しか東大の英作文には戦えないんだよ、それぐらい英作文ってできないものなんだよってね、いう風にね、まあ言うんですけど、そういう刺激を受けてくれればいいなと思ってやってたからね、いつもね。東大特進コースは開成、麻布、武蔵をはじめとするエリートがうじゃうじゃいるところ、そこに偏差値40の経過の生徒が入るわけですから、面食らいますよね。会話の内容を横で聞いていても頭の回転がうちの高校の生徒とは全く違う。しかも彼らは同じ学校同士で固まって座るから、開成の制服の塊迫力がありました。はいはい、私服の生徒たちの塊 A は麻布、そう、塊 B は武蔵ですよね。彼らがワイワイ固まる中で、僕は高校名をひた隠しにして、ずっと出口に近い後ろの席に一人でいました。なるほどね。わかるー。でもね、書かなきゃいけない欄があったから、多分書いてたと思うけどね。その生徒たちには言わなかったってことでしょ。あのね、なんかね、提出用紙があるんだけど、書く欄があるの。英作文もさ、和訳もさ、作っといてください、提出用の紙って言うと、高校欄ついてんの。いや、いたと思うよ、経過って。俺だって初めて確か経過っていう漢字を読んだのはその時だと思うんだよね。なんかおしゃれな名前だなって思って。もしかしたら違う経過の人がいたのかもしれないけど、いやでもいないと思うんだよね、経過他に。まあ確かに空欄の人はちなみに時々高校名空欄だった人もいるけど、まあでもめったに見ないし、経過って見たような気がするんだけどね。でまあ渋幕が多かったんで、僕の授業って一番渋幕の人がこうガッと固まってるイメージはありましたね。英語自体そもそも、まあ、理系とかが、まあ、園田先生の授業とかなんか受けに行くって感じだ。改正の人たちね、全然理解できなかった林修先生の検体文小テストで佐藤は半分くらいしか点が取れないのに、周りの生徒たちほぼ満点を取る。はんはんはん。林修の現代文の授業で手を挙げた生徒が、ここって四角四角してますよね、だから丸丸バツバツ三角三角と、佐藤には理解できない会話をしているのに、周りはうんうんと頷いている。なるほどね。林先生の東大特進ね、まあぜひ受けてみてください。まあ林先生自体もその刺激を受けろって言いますからね、周りにね。森田哲也の英語の授業では生徒同士のペアで英会話したが、佐藤には全くわからないのに隣の生徒ペラペラ喋る。もう喋れる人ほど喋るとかね。とにかく僕英作文とリスニング重視だったんでね、東大を。そんなことが日常茶飯事の環境にあって、経過で伸びた天狗の花はすぐに折られた。ああ、これはいいことだよね。そう、東大促進でもとにかくそれを私押すから、前面に本当に伸び伸びした花の人ばっかりだからさ、それをボキってねへし折ってやるっていうのは、灘の生徒たちがねノリが良かったよね。やっぱ関西でやるときは楽しかったね。あ、ただ高一担当だったんでね、高一担当ですごい盛り上がったけど、高一も有料にしますみたいになってね、有料になった途端に人がバーンっていなくなったけどね。無料の時はいっぱいいて楽しかったんだけど。まず英語について、英単語を見た瞬間意味がわかるようなレベルを目指して勉強。単語を覚えるというより使いこなすというイメージ。おー、いいじゃない。人間が知識を使いこなすのに必要なインプットしたのもアウトプットの積み重ね、いいですね。で、ここから面白くて、見開きに10単語あったら、その5単語を取り出して英作文をするとかってやってた。アウトプット、そうだから、なんか結構大学受験だとアウトプットっていう意味が英語学習とちょっと変わってて、問題を解けるっていう意味で結構アウトプットって使われるんですけど、これ本当のアウトプットですね。使えるようにするね、解くじゃなくて、問題で解くじゃなくて、本当に英作文で使えるようにするっていうね。いいじゃないですか。まあ私も言ってたけど、使えるようにしろっていう授業だったから。英字新聞でも英語の教科書でも文章を読んで出てくる単語のコアの意味を逐一思い出していく。ほう、こうやってやったんだね。なるほど。で、 B 判定でも東大甘くなかった。それまで110点だったセンター試験の模試の英語が高2の冬に184点。おお、素晴らしい。数ヶ月ですぐさま成果が現れた。世界史でも同じようにインプットアウトプット、まあそうですね、世界史大論述あるからね。模試では手応えを得たと。高3の年末まで依然として東大は E 判定だったが、年明けに一気に B 判定が出た。おお、素晴らしいじゃん。で、東大の二次試験、国語、数学、英語、地歴、世界史と地理でやったのかな。4教科5科目で440点中240点取れれば合格が見えてくると。センター試験と二次合わせて550点満点で340が目標。英語と世界史でコースをつかめたので100点分ぐらいの得点の土台ができた。そうすると余裕を持って他の科目で
勉強してボンと得点が上がった。素晴らしい。 B 判定でも確率は半々。そうですね、なかなか田橋さんも A 判定で受かってないですからね。東大の壁は厚く現役時代は不合格だったと。東大は甘くなかった。数学1問分20点足りなかった。ああ、はい、数学はやっぱね、文系でも辛いよね。やんなきゃいけないんだもん。問題は無理だと諦めて手をつけていなかった問題と。後から考えれば超簡単な問題。わらららら、やってしまった感が大きかった。浪人時代野球全くやらず勉強。へえ、すごいな。起きて飯食って勉強、飯食って勉強の繰り返し。すごい。東大以外行かないと決めていた。すごい。浪人中はあいつまだ東大とか行ってるよっていう周囲の反応は変わらなかった。お前らとは違う。自分を奮い立たせ、現役時代英語と世界史の勉強のコツを掴んだ。佐藤は浪人中は数学のパターン化と取り組んだと。突き詰めると入試の数学は求めることが10個くらいしかない。すごいな。最大と最小、面積というので、そのパターンに当てはめていくっていうのをガン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 やったんだね。パターン化してやるってことを浪人時代に気がついたと。で、過去10年分の東大文系の数学試験を見ても、4問中2問はそういうパターンで解けた。で、自分が受験した年は4問中全てがそういうパターン。万全の体制で2回目、40点点数を上げて合格点を20点上回り合格。素晴らしい。リアルドラゴン桜を成し遂げたと。あ、これよくやるね。東大生って天才ばかりにフォーカスされるけど、東大の上位 10% ほどだよ。地道にやった人が多いんだよって。うん、それはそうそうそう。実際、そういうこともありますからね。はい。いや、おめでとうございますってあれも変ですけどね。なんか、教え子が活躍してくれると嬉しいですね。まあ、ぜひ、プロ野球選手になるかわかんないですけど。まあ、でも、一回そういったね、ところで成功体験を味わっていれば、何かとできると思いますからね。ぜひとも頑張ってほしいと思います。はい。陰ながらしかできないですけど、陰ながら応援しておりますので、ぜひとも頑張ってください。はい、はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching。 まさかスポーツ紙の記事に載るとは思わなかったな。